innovation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。安西です。みなべです。はい。というわけで、やっていきましょう。はい、カルティベースラジオ。はい、やっていきましょう。いや、微妙に今ね、こう動画で背景が透けて見えちゃうなって、ちょっと汚い襖が今見えてるから、ちょっと一瞬ね、YouTube で見ていただいてる方はね、はい、今動画で見ていただいていくと、はい、背景がね、いやいや、そうですね、あ、破れた襖が見えちゃいますね。どうやっても見えんだけど、これちょっと終わりましたね、はい、ポッドキャストの皆さんは何のことやらという感じですが、はい、はい、いやあれですね、宮部さん、はい、何でしょう、先週これ収録して今週先週か、ね、今週か、ミミクリとどんぐり初の採用イベントをやりましたね、はい、あ、そうですね、採用イベントの、ね、なんか通称よくミートアップって言ったりとかするじゃないですか、はい、ピザパとかね、はい、そういうのちょっとオンラインでやりましたね、はい、いや、そう、ミミクリ創業して4期目ですけど、うん、採用イベントってやったことなかったから、はい、僕初で、はい、あ、そうなんだ。そう、採用イベント参加したこともないから、はいはい、なんか僕の中での採用イベントって、うん、昔読んだあのサイバーエージェントの藤田社長の自伝の中に出てくるなんか、はい、エピソードを、そんなのあったっけ、なんかサイバーエージェントすごいちっちゃい子に伸びていくときに、もう、うんうん、なんかなんだろう、まだ全然ちっちゃくて実体があんまないときからもう、はいはい、なんだろうな、でっかいこと言って、うん、採用イベントでドーンってやって、はい、で人を集めてみたいなのを、はい、やってったみたいなこと書いてあったから、はい、なんか採用イベントって、まあ、ベンちゃん採用イベントどんな感じなんだろうなと思いながらの初採用イベントでした、はい、あ、なるほどね、はい、いや、だからこう今言ったやつって大枠で言うと間違ってなくって、なんていうか、こう言葉選びたいな、いや、なんかこうディスってるわけじゃないですよ。いや、ツイッターとかでもこのあたり言ったんだけど、なんかこう、下手するとディスってるように聞こえるから気をつけたいなと思ったんですけど、はいはいはい、でもまあ基本的には、トンマナ的には、なんかいろんな会社さんが複数いらっしゃって、でその中で時間が15分とか10分とか、はいはいはい、まあ、20分とか時間を区切られて、いわゆるライトニングトーク的にスライド数十ページのやつをバーっとみんなで、プレゼンしていくんですよね。我々のビジョンはこれである、ビジネスモデルはこれである、目指すところはこれである、ユーザーモデルはこれで、こういう成果が出ていて、こういう組織でこういう風ないいところがあるんだよみたい なんかひたすらこう自社のことをピッチ的に話していくっていう、でそれが連続でバン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 って続いていくみたい なんかそういうなんかプレゼンイベントみたいな感じですね。まあ、PR 合戦みたいに普通はなるってことですね、はい、そうですね、そうです、そうです、はいはいはい、うん、だそれも結構なんかこう過渡競争的になっていて、どういうコンセプトやプレゼンテーションをしたら受けるのかみたいな感じで、うん、コンセプトをちゃんと決めて、結構なんかキーノート職人とか生まれ出してすっげえスライドも作り込んだりとかしたりとかしてね、はいはいはい、そうで、なんかプレゼンテーションもすごい鍛えられたりして、なんかそういうのを聞くイベントみたいな感じになりがちですね。なるですね。はい。そうそう。だからなんかそういうイメージあったんですけど、うん、で多分これ聞いてくださってる方はどんな感じだったんだろうって今思いながら聞いてると思うんですけど、はい、うん、結構僕らはあれですよね。いろいろ迷った結果、はい、うん、まあカルティベースラジオみたいな感じでやるかっつってやったんですよね。そう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 。だから完全こういうのをひたすら90分垂れ流してるだけの。イベントだったんですよ、ね、ですね、そうそう、カルティベースラジオ普段聞いてくださってる方も参加してくださってますけど、うん、公開収録かと思ったって聞きました、ね、そうですね、そうですね、イベントが完全にそういう立て付けだったから、なんか採用イベントだったんだみたい なんかそういう感じでしたよね、うん、冒頭で15分とか10分15分だけ最低限宮部さんから組織構造とか事業領域とかの話とかはさせてもらって、ね、うん、っね、まあ、残り1時間ぐらいは、うん、テーマ設定してダベル、うん、テーマ設定してダベルみたいな感じで、うん、なんか延々繰り返してね、そうそうそう、途中からこれ単なる忘年会では2人の忘年会を晒してるだけじゃねえのみたいな気持ちになって、そう、はい、そう、
ひたすら振り返ってるだけだった。いや、そう。だから僕ね、不安だったんですよ。うん、だから、あの、採用イベント、はい、ベンチャーの採用イベントのステレオタイプがあり、うん、初めての採用イベント、うん、なのにやってるのはカルピベースラジオの公開収録で、うん、大丈夫なんかなと思って。でも、すごいありがたいことに、ね、まあ、来てくださってた方がすごく、はい、あの、ね、心が広かったっていうのもあると思いますけど、そうそうですね、アンケートの結果がすごい良くて。そうですね。なんか、そう、過去採用イベントとかでプレゼンテーションしたりとか、してきたりとかしましたけど、うん、なんか、過去のどのイベントよりも数値が良かったんですよね。なんでなんですかね。はい、ね、なんか、採用イベントの新しい形を見た気がしたみたいな感想もありましたよね。はい、そうですね。本当にそういう。いや、でも実際、はい、なんか僕的には、問い直したいなって気持ちはあったんですよね。なんか、はいはいはい、個人的にプレゼンテーションを受ける側としてもなんか飽きちゃったところがあって、プレゼン聞いても、はいはい、なんかそこのプレゼン内容自体もコモディティ化してるような気がしてるし、うん、まあそう言ってるけど実際こうなんでしょとかそういうふうに思っちゃったりして、はいはい、なんか情報対称性を取れない感じもあるし、でしかもなんか実際働くってなったらやっぱりそういう非日常的なプレゼンテーションがいいかどうかよりも、日常的にその人がどういうふうな仕事をしてるかとか、普段どういうふうな立ち振る舞いしてるかの方がなんか大切じゃないですか。そうですね。そう。だから僕だったら、なんかこういう非日常的な場に参加するよりも、単純になんかすっごい仲のいい人とか、いい人だなって思う人がいて、でそういう人たちがなんかいろいろ働いてるところがあったら、なんかそこに参加してみたいなって気持ちになるんだよなって思ったんですよね。うん、だからその日常の場をなんかいかに体験してエミュレーションできるかみたいな、うん、なんかそういうコンセプトで問い直せたらなって思ったんですよね。はい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 。そうですね。うん、まあ、普段ね、スライド作って使って喋んないですからね、仕事。社内でね、困るじゃないですか。会議とかで急に誰かが入ってきてなんかプレゼンテーションを60分くらいバーって一方的に話してたらなんだいつってなるじゃないですか。はいはいはい、はい、そうそれって対外的な話ですからね、うん、それよりもなんか普段どういう関係性でやれてるかっていうのが大切だなって思ったし、うん、あと単純に参加していただいた人になんか喜んでいただいたりとか、あ、なんか楽しい場だったなって思ってもらえる方が大切な気がしたんですよね。はい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 、うん、そう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 ですね。だからそういう意味ではゆるいトークイベントとして、うん、夜ね、お酒を飲みながら聞いていただくのがちょうど良い感じの ね、イベントとしてはすごい楽しかったっすよね、普通にね、我々もね。あ、そうですね、うん、いや本当にポッドキャストとかなんか飲み会とかをひたすらさらしてるだけの感じだったから、うん、だから普通に社内の人とか呼んでなんか来月とかまたなんか一緒に話せたら楽しそうだなって思いましたね。そうですね。なんか、うん、まあそれによって合わないなって思う、この会社合わないなって思う人もいるかもしれないですけど、まあそれはむしろ何回も面談して分かるよりかはよっぽどいいですもん。いいですよね、その方がいいですよね。いやだからなんか そういうのをやっぱりある種ありのままをさらけ出してでマッチする人になんか同じコミュニティでなんかこうマッチする人になんか一緒に来ていただくみたいな形を作る方がもしかしたら今後の採用イベントとかってよくね、うん、みたいな、うん、なんかそういう気づきはありましたね。いやだからこれ聞いてる事業会社の人事の方がいたらぜひそれ試してみてください、うん、はい。ポイントとしてはじゃあ決まったアピールの場にするのではなく、はい、日常を覗いてもらう場にするみたいな感じですかね。ああ、またいいコピーライティング的なことですね。いやでもいやすごい重要じゃないですか。 SNS とかでも最近あんまり企業の俺すごいぜみたいな、うん、なんかそういう記事ってあんまりバズったりしないじゃないですか、はいはいはい、それよりもなんか個人の日常だったり個人主語のやつの方がやっぱり見てたりとかしてすごい自然体で見れるし気持ちいいじゃないですか、うんうんうん、だからその目線にちゃんと立ってやった方がいいんだよなって、うん、気がしたんですよね。
いいですね。なんかアンケートでもね、はい、この形式でまた見たいっていう声もあって、なんか社内の中で子さんのメンバーと、うん、なんか新しく最近入ったメンバーの、うん、なんかやりとりとか見たいっすみたいな。はい、なんかどっから、社内をどっから覗きたいかのリクエストが、ね、はい、結構、はい、ね、いただいてたから、なんかそれに応える形で、ね、はい、同じチームの2人が出てくのか、はい、実はあんままだ喋ったことない2人をあえて、はい、ね、この機会に社内的な意味でも出すのかとか、なんかそういうのを実験していっても面白いかもしれないですね。確かに、うん、そこら辺実験していきたいですね、はい、うん、またちょっとじゃあ年明けやろうと思うので、はいはい、カルティベースラジオ公開収録と思って、はい、覗きに来てもらえたら嬉しいですね。そうですね、はい、はいはい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。